試合後の美しき光景。日本ハムが CS ファイナルシリーズ進出を決めた。第3戦までもつれ込んだ死闘。試合後には美しい光景が広がった。日本ハムはロッテのファンへの挨拶を待っていると、挨拶を終えたロッテ吉井監督が、日本ハム新庄監督の元に歩み寄り、マウンド近くのフィールド中央でがっちりと握手を交わした。健闘を称え合うとともに、吉井監督は新庄監督の肩を叩き、ナインに手を掲げ、ファイナルに向けてのエールを送った。SNS では、吉井監督も新庄監督に握手しに来てて、ジーンと来た、ファイターズと関係の深い吉井監督だからこそなおさら思いが、泣いちゃったよ、ノーサイドの握手と、反響を呼んでいた。この試合、ただただ楽しかった、ありがとう。3戦ともいい試合でしたね、これぞ CS。ノムさんあと5年は長生きしてもらいたかった、サッチーも。最強ホークスを倒して、日本シリーズ行くだけ？マナーが悪いロッテファンとは違いますね、吉井監督は。この3連戦、素晴らしすぎた。両軍協称えたい。ロッテは来年、打撃陣を本気で強化しろ。ハム、高送ってくれよ。阪神も負けたのに、坂本選手が DNA の選手にエール送ってる姿見たり、野球っていいな。阪神、岡田監督は対照的。せめて球場のファンには、ゲームセット後に挨拶すべきだったのでは。3戦目までも連れ込んで、北海道も収益出てホクホクだよな。スーパーのセールチラシは4番番。ソフトバンク食ったらもっと盛り上がるな。日本シリーズも勝って、てっぺんでやめたら絵になりすぎやろ。ロッテファンです。やっぱりパリーグっていいなーって思いました。セリーグとは大違い。素晴らしい光景。うちの監督は三浦監督に対して、こんなことはしなかったな。人間性の差だよ。それに比べ、セリーグの阪神岡田監督の去り際は、全然絵にならなかったね。ロッテの悔しさの分まで、ハムには頑張ってほしい。初戦、勝つようなことになると、SB は慌てるぞ。これぞスポーツですよね。お互いに称え合う。素晴らしいと思います。